はい。皆さん、こんにちは。村長スタジオです。今日はシンセサイダー V の使い方で、有料版を買った人は、プラグインと、そしてスタンドアロン。これが両方使えますよね。でも、案外、スタンドアロンで使っている方が多いということがあります。それはどうしてでしょうか。今、画面にはプラグインとして起動しています。ここで、 シンセサイダー V を鳴らそうという風に考えた時にどのようになるかということです。シンセサイダー V で編集をするときにはこうやって何度も何度もチェックをしてスペースキーを押すとアカペラであ、ここはこうした方がいいなと思ってこのようにラウドネスを変えたわけですね。 まだもうちょっと音が大きい方がいいな。こういう風に編集を楽しくいけるさやっていくわけですね。上級者になればこの音を分けてあえてしゃくりにしたりとかっていうこともやってる方も多いでしょうし、ここをピッチベンドにしてピッチ自身を細かくこのように編集される方もたくさん出てきます。 上級者になると、そういうことが特に多いと思いますが、ここで、先ほども言いましたように、シンセサイダー V だけでこのように聞くと、楽しく、アカペラになってしまいます。そしたら、オケとのバランスなどが、楽しく、わかりにくいですよね。ですから、スタジオワンも再生したく思うんですが、スタジオワンのこのロケーターですね、 どこにあるか。これに左右されてしまいますので、今本当はここを聞き直したいのに、ここでスタジオワンを再生してしまうと、思わないところがこのように再生されてしまいます。それはとっても不便ですよね。じゃあそれをどのように解消しているかと言いますと、僕はこのようにしています。 多分、ほとんどの人は、後の修正は細かくあるとしても、カラオケというのはもうできているはずです。ですから、このように僕はカラオケを読み込んでいます。書き出したカラオケをこのようにして読み込むと、ここにカラオケが読み込まれます。そうしましたら、カラオケが、まあ言えば二重になってしまうということになるわけですね。でも、 それをいちいち切り替えるのっていうのは大変ですけれども、スタジオワンにはシーン機能というのがあります。ここでこのシーンというのを作っておきます。シーンの作り方の細かいことはまた勉強していただけばいいと思うんですけれども、シーンというのは、この左下のところをこうすれば、シーンという項目が出てきまして、今、 やっているミキサーの状態とかミュート、ソロの状態をちゃんと覚えてくれるということになります。ですから、ここでシンセサイダー V 用はシンセサイダー V のトラックだけでいいですので、こうやってやるとシンセサイダー V だけのトラックになって、そして僕は普通と書いてますが、普通にするとこのように戻ります。もしここで状況を変えたとしたら、 そのシーンをこのようにしてシーンを更新しておいてください。そしてここでシンセサイダー V だけにすればはい。こうしてまあラウドネスを変えたとします。で、聞きたいのはここですからはい。このようにしてどん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  プラグインだけでチェックができます。そして、プラグインだけじゃなくって、ここで、あ、もうちょっとドラムのここにシンバルを入れた方がいいな、とかいうようなことがあります。そうしましたら、こうやってドラムのソフトを出して、そしてここにシンバルを追加するとか、編集をしますよね。そしたら、たまには変わったオ、OK、ケで、それで本当にいいのか、 っていうことも出てきます。今、変えたオ、OK、ケで確認をしたいときは、また普通というのを押していただいて、そして、シンセサイダー V の方は、このオーディオトラックをミュートにしていただくと、スタジオ1の方で再生をしても、確認ができます。そして、また編集に戻りたいときは、シンセサイダー V、 こちらの方をこのようにセッティングしまして、そしてこのミュートだけを外し、何度も何度も、このように編集をしたらいいのではないかという 今日は一つの提案です。どうしてプラグインモードに少しこだわるかと言いましたら、リバーブの度合いを変えたいなとかいうことがあります。そして、さらにシンセサイダー V は強力なパラアウト機能があります。ここにシンセサイダー V のインストゥルメントを展開しています。1から6チャンネルまでを別出力するようにしています。 シンセサイザー V の方では、このレンダリングというところと設定というところを変更する必要があります。設定の方でオーディオをブレス分離トラックという風にチェックをします。最初は総合マスターになっているはずです。ここをチェックをしまして、なおかつここにトラックは別々にという意味で、この時はマスターは チェックを外しておいてもちゃんと出力ができます。そしてそれぞれのトラックがこちらの方に展開されるということになります。画面の下の方を見ててください。これでパラアウトができるようになります。ね、これはどのようになっているかというと 一つ目と二つ目のアウトプットはトラック1。ここが出ています。3番と4番はトラック2。これは今のところ、両の男性の声でコーラスを歌わせています。そして三つ目のトラックがオーディオトラックということになります。それをそれぞれに分離して出力をしてくれるということです。ですから、今シンセサイダーモードになっていますから、 ここで再生をしていきますそうするとここで OK を切ります二番を切ります男性の声がなくなります パラアウトができるわけでです。パラアウトができるということになれば各トラックにコンプレッサーを入れたり先ほども言いましたようにリバーブをつけたりそういうことができるようになりますし歌声のところは先頭のチャンネルが実際の歌声そして2番目のトラックはブレス成分いわゆる というようなかすれた声の部分がどれぐらい必要かということでこれが別出力できるようになっているわけですね2トラック目の男性の声もそうでメインのボーカルとブレス成分そのように分かれていますここでオーディオトラック自身もそんなに微妙に変える必要はありませんなぜならここに入れましたトラックというのはまずは仮ですし 実際フィニッシュに持っていくときはここをミュートにしまして実際は若干ここでオ、OK、ケの各トラックを修正したりここは e ージーキーの音が入っていますがいろんなエフェクトをかけ直したりそういうのが簡単にできますこれをもしスタンドアロンモードでやってたとしましたらシンセサイラー V を完璧に仕上げないとまた 後と戻りをしないといけなくなります。実際、最後のオケと歌声で聞いてみたときに、あ、もうちょっとアコが埋まってるなと思ったら、シンセサイラー V の方の画面でもう一度レンダリング、いわゆる書き出しをして、そして DAW に読み込みをしないといけなくなるわけです。ですから、特にスタジオワンのユーダーの方は、この ミキサートラックを出したところにあるシーンというこの機能ですね。このシーンの機能さえ使えばいつでも一瞬でこの辺の状況を切り替えることができるわけです。ですからそこらをうまく使えばやはりプラグインモードも時短につながってそして初期の目的のスペースキーを押しただけではシンセサイダー V に フォーカスがあるときは、スペースを押すと、アカペラになってしまう。そして、スタジオワンの再生をしてしまえば、スタジオワンのカーソル位置によって、違うところから再生されてしまう。この二つの課題を克服するのには、この方法が案外便利なんではないかな、というふうに思います。 シーン登録ができない DAW の方は若干大変かもわかりません。このミュートの状況とかを変えないといけないですけれども、でもシンセサイラー V に集中してやっている時に、ここを一つずつミュートにしたりソロにしたり、このように変えるのは一回だけのことですので、そんなにも時間がかかるというわけでもないです。 一度この方法も試していただきますと特に上級者の方は先ほどテストしましたようにパラアウト出力ができて各トラックごとでエフェクトを入れていくということができるのでとてもいいんじゃないかなというふうに思いますまあ好みの問題もあるので一概には言えないですけれども僕はこのようにして効率よくやっているという お話でした。村長スタジオでした。